中央速応集団は陸上自衛隊における防衛大臣直轄の機動運用部隊。日本の新防衛大綱に基づき2007年3月28日に創設され2018年3月26日付をもって廃止された。有事に迅速に行動、対処するための部隊として機動運用部隊や専門部隊を一元的に管理、運用する目的と 国際平和協力活動に関する研究及び教育訓練及び指揮を行うために新設された。国内展開時には増援、緊急対応部隊として機能し、国外展開部隊に対しては指揮機構の役割も有する。創設時の人員は約3200名。2008年3月末の3個、部隊発足により人員は約4500名となっている。 従来、陸上自衛隊の上級指揮官には、長、または、総監の職名が用いられてきたが、中央速欧集団にあっては、指揮官名として、陸上自衛隊では初めて、司令官が用いられることとなった。司令官には、陸将がつき、防衛大臣の直接の指揮監督を受ける。国内担当と国際担当のそれぞれ一人ずつの副司令官には、陸将補がつく。 シンボルマークは日の丸を背景に、上に3つの大箇所を、中央に青の世界地図、下に木で CRF の文字。26中規模に基づき中央即応集団は廃止され、その励化部隊は新設の陸上総体に移行した。編成中トンチ国際平和協力活動等、派遣部隊中央即応集団司令部は発足当初、 東京都練馬区の朝霞駐屯地に置かれた。神奈川県相模原市のアメリカ陸軍第一軍団、司令部との連携強化を目的として2013年3月26日から廃止までの間キャンプザマに所在していた。師団及び旅団司令部は、第一部、第二部のように数字で、部の名称を表しているが、中央即応集団司令部は、職務内容を表す用語部の名称としている。 ただし、基本的な各部の職務文章は共通している。第1部と人事部、第2部と情報部、第3部と防衛部、第4部と広報補給部の職務はほぼ等しい。また、中央即応集団司令部は、方面総幹部と同様2名の幕僚副長が置かれている。司令部編成は下記の通り、ありがとうございます。